はい、テイルズ・オブ・レジェンディア実況プレイパート6やっていきたいと思いますと、シャーリーを追って、水晶の森というところまでやってまいりました。ここに入ってきた瞬間ね、なんかでっかい雲に襲われてる女の子に会ったんですけども、まあどうしようか。魔人源流剣ちりそだめ、爆撃爆撃症源流剣ちりそだめ、何か狙ってるのか。超軽量級はほぼほぼいないな。範囲が攻め、ちりそだめ、源流剣。ピヨピヨとかその辺だね。あれはこれは開けれんもんな。またか、これでしのげ。ホストイチ源流剣、源流魔人源流剣、魔人源流剣。何か狙ってるの。魔人源流剣知り抜けたよ。ライトニング源流剣ちりそだめ、魔人源流剣すり抜けちゃう。俺たちは負けない。あ、リストレントチェック開けれた。チェックってことは装飾品か。束縛を防ぐお守り、いいね。これも中量級だ。ライトニング。ちりそだめ。魔人源流剣。これでしのげ。剣魔人源流剣。至近距離で撃つことになるからなんか距離が。魔人源流剣。ライトニング。使いづれえ奥義だな。貴重なサンプルだ。記録しておかなければ。ミスティーローブ、いいね。源流剣、魔人源流剣、ちりそだめ、源流剣、爆撃しろ、魔人剣の方が連携しやすいのかな。ちりそだめ、何か狙ってるのか。魔人、少しは応対しないのか。ちりそだめ、今近づかれては。何か狙ってるのか。魔人、継承を止められたか。ちりそだめ、何か狙ってるのか。やったね、魔人剣。鍛錬に流した汗の分だけ血を流さずに済む。だからってなんで腕立てなんだよ。スカルプ茶も集めないと新しいのが使えないな。ピヨピヨ系のスカルプ茶が足りない。いいのか。あ、そういうこと。あ、これとこれやれるんじゃね。あ、超軽量級だ。お前を倒す。少しは温存しないのな。
タップ投げる。投げれた。ライトニング。チリソダメ。リソを止められたか。チリソダメ。ライトニング。ま、よくやった方だろう。これでしのげる。次定め、ま、爆撃者を。ファーストエイド。ありがとう。どっちもやりづらい。魔人家との前半速度繋がらない。何か狙ってるのか。ファーストエイド。次定め。源流剣。次定め。これでしのげ。無事のようだな。よし、なんなら黒絵の方が連携を今しやすいと思うぞ。魔人戦列はじゃない、シュー魔人剣か、覚えたもんね。話いいや。うん、あと4つ目ぐらいまでがちょうどいいかもしれない。 OK、 では進みます。多分セーブポイントがあったってことはいよいよ覚悟しろってことだと思うんだよ。これでしのげ。チリソダメ。ボスシュー。源流剣。魔人源流剣。ライトニング。連携しびれ。チリソダメ。何をするつもりだ。これが一番強いもん。このままじゃ袋叩きだ。ライトニング。安らかに眠ってくれ。ひどいよあんたら。どうしてさっき助けてくれなかったの。ひどすぎるよ。ひどすぎたよ。せつならすぎ、せつなすぎ。それを言うなら、お前はなぜ魔物に追われていたのだ。聞く。大方巣を荒らしているところを見つかったのだろう。ギクギク。図星らしいな。わかりやすいやつだ。人のことを責める前に自分のしたことを反省したらどうだ。女の子が困ってんのよ。ずー、なんとかしようと思うじゃない。思わない。うわ、即答。冷たいな、もう。あんた、もしかしてそっち系？違う。まあいいや、冷たかろうが、そっち系だろうが、もう遅いし。こんちゃー。誰に手を振っているんだ。
今度はあんたらと遊びたいみたい。じゃあ、あとは任せたから。おい、なんでこうなる。クモの巣には気を…弱点属性とかはねえな。ゲロ、動きを封じられる。ライトニング、シュウ魔人拳、拳入拳、ライトニング、シュウ魔人拳、拳入、魔人拳入拳、これで勝負。チリサダメ、シュウ魔人拳、爆撃ショウ、爆撃ショウ、何をするつもりだ。ライトニング、チリサダメ、少し力を抑えるか。拳入拳、ライトニング、魔人拳、さっきのに比べたらいくらかマシだな。ライトニング、いた。これで仕上げ。少しは温存しないとな。ラストエイド、少し力を抑えるか。ライトニング、電流拳、爆撃ショー、ライトニング、見切った。電流拳、ライトニング、魔人電流拳、何をするつもりだ。魔人源流拳、少し力を抑えるか。よっ、オッケー。俺もなかなかやるだろ。ありがとう、みんな私のために戦ってくれて。誰がだ。3人とも槍術師だなんて思わなかった。早く言ってよ。もうやっぱさ、人は助け合わないとダメだよね。誰かのために役立つのって最高だよね。何の話だ。うん、決めた。あんたら私の仲間にしてあげるよ。なんでそうなる。使える槍術師を探してたの。3人一緒だなんて願ってもないわ。勝手に言ったろ。お前、名前は。私、ノーマビアッティ。何を隠そう、凄腕トレジャーハンターよ。凄腕。そこまでは聞いておらん。聞いてよ、ノーマ。空を飛ぶ男を見なかったか。女の子も一緒のはずなんだが。空飛ぶ男？あんたバカじゃないの？曲芸見たけりゃサーカス行きなって。誰がバカだ。のがこうしている場合ではないな。ちょっと待ちなさいよ。待ちなさいってば。待てこら。え、よし、いねえな。まあまあまあ、何はともあれ。でポイズンリストという新しい武器を落としてくれました。攻撃力30アップ。行こう。
毒強い。ファーストエイド。毒強いな。この剣の重み、その身に刻め。なんか毒のダメージが結構はっきりしてる。チェインメールいいね。少し熱くなってしまったようだな。敵出る間隔短くない？いいぞ。ファイトニング。まあまあの結果だな。そいつはどうも。お、やっと。なぜ腕立てなんだ？今のやり取り初見だったな。見ればよかった。道分かれて意味なし。これだけで高速力すごいんだよな。私はこんなところで負けられない。称号習得。何何何。がむしゃらそういうことか。使った方が楽です。指摘されてますね。命中と回避は大事なんで一応ね。なんで乗らないんだよ。お前がキレるなよ。この先も道が続いているようだな。本当ならはしごを使って行き来できるのだ。しかし誰かが落としたようだな。はあ、ここを通りたいんだ。ねえ、せねせね。せねせね。せねせね。早くもあだ名で。取引しない？私がここを通れるようにしてあげるからさ。私の仲間になりなさい。お前にそんなことができるのか。ああ、疑ってるな。私の実力知ったら腰抜かすぞ。大きい！見てなさいよ。あんたらもいいわね。ウィルにクロエだ。じゃあウィルッチでもってク。ちょっと待て。
それじゃ軽くぶっ飛ばしますか。爪が光り出した。お前も操術師だったのか。今日も冴えてるアッタシンのブレス。おい、やめんか。グレーブ。ふふん、ざっとこんなもんや。え、ふっ。どうして殴んのよ。大バカ者、貴重な自然景観を台無しにしよって。だって一緒に来い。結局連れて行くのか。こいつを野放しにしておくと何をしでかすかわからん。俺の手元に置いて監視する。よし。うん。勝手にしろ。変なのが上がってしまった。親父っていうほどあいつ年いってないよな。いやー、大きな雲に食べられるかとハラハラドキドキでしたな。全部お前のせいだろ。まったくだ。私たちを巻き込むな。あんたら冷たいわね。ねえ、ウィルッチ。あの立派な顎は良かった。いずれは標本を手に入れたいものだ。聞いてないし。で、ノーマが新しくパーティーに加わりました。まあ、ウィル同様の、ブレス系の操術師ということで、まあ、ウィルとまた別のね、攻撃呪文だったり、まあ、おいおい回復呪文とかも、習得してくれると思うので、まあ、多分今後の戦闘においても必須と呼べるような、キャラクターじゃないでしょうか。さてさて。まあ、ちょうどいいところにセーブポイントもあったのでね、今回はここまでにしておきたいと思います。さあ、早くもね、4人のメンバーが揃いました。これからの戦闘もだいぶ楽になってくれればいいんですけれどもね。まあ、どんな人と、なかなか、ね、よくわかんないことで喋ってるようなキャラクターですけれども、まあ、彼女の今後の活躍にも期待していきたいと思います。では、テイルズ・オブ・レジェンディア実況プレイのパート6、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれなー。